はい、どうもひげちゃんでございます。あ、朝でございますね。鼻声でございますね。朝大体こんな声でございますね。というわけで、昨日ゴールデンウィーク5月5日に、関東を向かっておりまして、鮎沢で、休んでおりましたね。うん、もうそれ昨日はなかなかの状態でね、まあ鮎沢までなんとか行ったわけでございますが、朝になるとね、とりあえず渋滞は解消されております。今日は一応5月6日金曜日、一応平日ですね。まあほとんどの方がねなんか休みやとは思うんですけどね、結構トラックはね、今日卸みたいなところがね動いてると思いますよ。まあ僕も今日卸して、月曜着の荷物を、栃木で積んで帰りますからね。東京方面はもうねとりあえず渋滞始まってますね、朝のね。今日は府中に行くので、海老名から八王子の方、圏央道で八王子の方行って、そっちの方なんでね、まあ、そこまで、混まないと思うんですけど。それ昨日鮎沢でね、休んどったら、寝ようかなと思ったらね、トレーラーの、宮田ね、YouTuber の宮田さんがね、目の前にいてましたんでね、ちょっとご挨拶だけさせてもらいました。ちょっと時間調整で止まっとっただけやったんで、ゆっくりはできなかったんですけど、ちょっとだけお話しさせてもらいましたよ。あ、タオルも巻いてないわ。タオル巻いてないですね。ではほんま、あ、ご無沙汰です。ご無沙汰しております。ミヤタンを真ん前にね、なんかミヤタンを見つけたんですよ。まあ、これは声かけに行こう思ってなんか行ったら、すごい礼儀正しかったです。はじめなんか視聴者さんかなと思って、いやもう視聴者さん風で、ミヤタンさんですかっていう感じで言ったわ。頭にタオル巻いてなかったから。あ、そうそうそう、もう寝る前やからね。一瞬誰か分かれへんかって。いやひげちゃん何年ぶりかな。もう1年半とか1年以上は絶対経ってた。なんか前の お互い前の会社やった時やから。そうだよね。そうお互い会った時って会社が2人とも違うかったんですよね。そうなのよ、本当もうね、大概そうです。で駿河湾沼津でお姫様抱っこしたん覚えてる。あ、刺された。そうやそこやそこや。いやー、赤ヘッドになってからね。ねえ、こうかっこいいね。ここ一人だけ赤やもんね。そうなんですよ、一人だけ。かっこいいわ。そうなんですね。また9時の方が。あれ、うん。あ、どうもこんばんは。あ、リュースを撮ってくれて。何やったら入りますか。いいんですか、富士運輸。入りますか、動画。宮田。あ、僕、ヒゲちゃんって言うんですよ。ヒゲちゃん。佐藤さん。あ、知ってます。いや、ありがとうございます。あ、ドライバーさん、入って大丈夫なんですか。え、入って大丈夫ですか。え、これ YouTube に上がるってこと。僕のじゃなくてヒゲちゃんの YouTube。 僕ので多分上がるかなと。そうですね、僕は今撮ってないんで。あ、富士、うん、どっかの会社アウェイですわ、僕一人。まあまあ、まあまあ富士ですよ。富士みたいなもんですよ。今日は青バー。今日は青バー。トレーラージャパン。青バー TRJ なの。見えてないね。全然見えない。 PR でアピールとか。またじゃあ広告料は後でいただきますんでね。富士と TRJ の宣伝をさせていただきましたので、あと別に別途スポンサーとして、ちょっとお金徴収させていただきます。名古屋支店の名古屋支店のドライバーさんです。何回か会ったことあるんでね。そう、ね、こんなとこで会うとは。ねえ、ね、さっき見たのね。あ、ほんまですか。そう、ちょっと時間取るかなと思って、で今来たら、あ、誰かいるって思った。時間調整で。ですかこれ、富士運輸の宣伝の動画ですかこれ。なんかね、動画撮ってたらもう集まってくるんですよ、人がね。わしら虫か。電気で集まる虫やん。時間あったらね、またね、一緒にご飯行きたいなと思ったり。本当、うん、またゆっくり気をつけていてください。はい、大丈夫です。またお時間あるときにまたお姫様抱っこさせてもらいます。今めっちゃ噛みましたね。お姫様抱っこってなって。もう一回行こう。お姫様抱っこさせていただきます。はい、完全に。では大丈夫。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。富士運輸のドライバーさん。頑張ってください。気をつけて。
大変だ。というわけでおじさんは寝ます。おやすみなさい。というわけで2年ぶりぐらいですかの、再会でございました。あ、なかなか元気なお人でございました。富士グループなかなか勢いがございますよ。元気でございますよ。というわけで私も今日も元気にやっていきたいと思います。まあ、渋滞はなんとか避けれる工程だとは思いますけどね、今日はね。はい、非常にスムーズに、中央道のね、八王子料金所までやってまいりました。ついております。ありがとうございます。これはまあ午後になったらまたここは大変なことになるでしょうね。大月までは、八王子から大月まではすごいですからね。というわけで、スムーズに来れました。府中に下ろしに行きたいと思います。まあ本当ね、少しでもね、昨日とかもね、渋滞はあるけど行けるときはね、進んどきたいんですよね。特にね、だからこういう連休の時っていうのはね、どこでね、事故が起こるかわかんないですよね。事故起こりやすいところなんで、少しでも進んどかないとね。本当昨日も夜とかね、前後でやっぱり事故起こってましたもんね。まあそんなんがねあるんで、できるだけね渋滞でもね、何時間の時は進んどきたいんですよ、やっぱり。ここでね事故とか起こっとったら納品時間遅くなってしまうんでね、その後の工程にも響いてくるんで。お、なんかこの辺はすげえなんか USA してますね。USA してますねと思ったら、右か、これあれかな、基地かなんかかな。軍服着た人とか結構いてましたね。イルマ基地、ちょっとわかんないですけど、多分なんか右手はなんか基地っぽいですね。ワーニングとか書いてあるから。あ、外見さん。わあ、プリップリの。ね、すごいな、すげえ、ほらなんかかっこいいアメリカンな感じのね。右側はこれ何ですかね。あ、横田基地でした。そうですね。というわけで、結構ねごちゃごちゃ渋滞してるんですけど、まあ、こっちまで、やってまいりました。入間の方までね、ちょっと下道で行くんですけど、お、結構ね卸場がね、ショッピングモールみたいなとこやったんですよ。ショッピングモールのね、なんか駐車場みたいなところを入っていって下ろすんで、結構ねもうお客さんとかちょこちょこ入られてる来る感じやったんでね、すごい気使うとこですね。もう入り口もめちゃくちゃ狭くて、入り口がねすっげえ狭いところをちょっと U ターンするような感じで、一回これちょっとやばいなと思って一回ね外れて聞きに行ったら、大型ギリギリいつも入ってきてますって言われたから、まあ入れんねやったらいいと。裏でなんか聞いたら、ここ回ってくださいって言うからね、行ったらこれいけんかいと思って。で、大型ってねなかなか来ずに勝手に入るとね、なんかこう縁石とか壊したら大変やから、一応聞いたら一応いつもギリギリ入ってますって言うから、あ、それやったら大丈夫なんやなと思って、もう大回りしてギリギリ入りましたね。で、まあパレットでねリフトで下ろしてもらったんですけど、もうそこを帰る時にはね、お客さんとか車とかがね入ってきとったんで、非常に気遣いますね。もう出発の時もこういう連休中ですからね、子供とかね、今日は子供学校かもしれんけど、まあ子供とかね、こういう大きい車好きやから、本当大きいトラックとかね好きやからね、寄ってくるんですよ。まあ、それは嬉しいんですけど、ね、微笑ましいんですけど、万が一ね、車の下とか陰にね張り込んでたら大変やからね、まあ、そういう時は余計にね、下までね、しっかりチェックしてから車出しましたね。本当ね、大きいトラック、子供男の子好きやからね。というわけで今から栃木に移動しますが、ちょうど着いても12時回るんで、ご飯食べていく感じかな。うわ、すっげえ。横田基地広っ。やっぱ基地広いな。滑走路もあるからね、やっぱすごいですね。はい、ちょっとだけ朝早いですけど、ちょっとだけご飯食べていきましょうか。お昼はねちょっと過ぎるんで、それまでね、右
で南ツンテイさん、南ツンテイさんがありました。そういえばここ、ここはね大型も止めますしね。はい、こちら南ツンテイさん。おお、入れるこれ。下すりそうで怖い。はい、というわけで、南金亭さんです南ツン亭じゃないですよ、南金亭さんですね。こちら全然軽くないですね。焼肉丼で、これミニラーメンですよ。でジャンボ餃子と、これでかでか。なんかね、前もこのようなメニューだったんですけど、これがねうまいのよでこちらのねお店、みずほというんですかね、は初めてなんですけど、この焼肉丼もまたうまいがな、これ。もうね、この写真ね、撮影これね、あのメニュー撮ってる時にもう匂いがたまらんかったんですよ、これね。ほんと見てくださいよこれ。まだ肉もたっぷりぷりぷり乗ってるしね、ご飯もたっぷりぷりぷり入ってるしね。別に大盛りとかじゃないんですけどね、大盛りじゃないけど、スタンダードに大盛り入ってますねこれねまあこれ半ラーメン、ミニラーメンなんですけどね、まあそこそこありますよね。もうほぼほぼ1人前 0.75 人前ぐらいありますね。うん、いいじゃないですか。あー、やっぱねこの南京亭のねラーメン、あのいい醤油使ってますね。美味しい醤油、美味しい醤油の味がいっぱいする醤油ラーメンでございます。関西、大阪とかではね、なかなか食べない味ですよね、この醤油ラーメン。見てください、これでかでかでか餃子でございますよ。だからこれね、あの2個って言ってもね、ほんとあのセットもちょろみたいなね、ちび餃子じゃないですからね、ほんまに普通の餃子やったらまあ 4,5 個分ぐらいになるんじゃないですか、2個でもね。まあ、いやなんやかんや言うて軽くとか言いながらがっつりといただいてしまいます、南京亭さん。隣のお客さんはね、唐揚げ定食頼んでましたね。あ、いいね、このチャーシューもまたね、いい肉肉しい味がして分厚くてまた美味しい。隣のお客さんの唐揚げ定食ね、もうあのメニュー見んままね、あのもう座った瞬間唐揚げ定食いいですね。もう常連さんという感じですね。次は唐揚げ行ってみようかなと思いますね。正面はね、なんかあの正面でね、その唐揚げを揚げてましたけどね、ごっついでっかい唐揚げ揚げてましたよ、なんかね。いやー、この餃子ちょっとね、いい感じ、もう食べ応えが 100% でしたね。というわけでね、トラックも止めれる南京亭みずほ店さんの焼肉丼定食、最高に美味しかったよー、ということでごちそうさんでございました。背骨が痛い。しば漬け食べたいじゃないですよ今の流れだ、しば漬け食べたいって言いそうやね。あー、しば漬け食べたい俺誰がわかんのかな、山口みえわかるかないや、そんなのでもいいですよ。背骨がね寝違えで良くなるんですよね。首とかね、なんかもう年やね、なんかねまあね、トラックドライバー40歳ぐらいだったらね、まだ若いって言われるんですけどね、まだ最近なんかね、首が痛かったりね、背中が痛かったりね、背骨が痛かったりねよくずれる。というわけでね、私もあの運送業、まあ、20年ぐらいね、約20年になりますね、20年目ですかね。ということでね、ちょっとサブチャンっていう感じですかね、もう一個のサブチャンネルの方ね、ちょっと名前変えてヒゲちゃん部屋に変わったんですけども、ちょっとそっちの方でね、まあ、いろいろ上げる中で、ちょっと、とにかくおっさん語るというのをちょいちょいちょっと上げていこうかなと思いましてですね、まあちょっとね、最初はね、ちょっと知床半島のね、事故のあれについてね、ちょっと話したんです。ちょっとあれはね、緊急で撮ったんですけど、まあ次ね、動画上げるのがあれですからね、僕がトラック運転手になる前の お仕事の内容をおっさんが語ると
古しのおっさん語るというやつを長いこと喋ってます。まあ聞き流してくれるとありがたいです。別にまじまじ見るもんじゃないんで、なんかしながらとかね、移動中とかそういうのにラジオ代わりにおっさんの、ね、不愉快でなければおっさんの語りを聞いていただければなと思います。はい、まあ、そういうのをちょこちょこ上げていくんで、またよろしくお願いします。ヒゲちゃん部屋とちょっと名前を変えました。というわけでちょっと積み何台か待ってるっていう風に言っとったんで、まあその辺ちょっとついてちょっと待機しておきましょうかね。じゃあね、まあ明日月着の荷物なんで、明日はもう移動日なんでね、今日ちょっと途中まで行って、で途中で泊まって、でまあ深夜割り聞かせて大阪帰ろうかなみたいな感じで思っております。はい、どうもどうも、お疲れさんでございます。今は17時ですか。だいたい1時間ぐらい今宇都宮から走ってまいりました。今日はね、今日はあんまりね渋滞してないですね。Uターンの渋滞は昨日で結構終わってんのかな。昨日はすごかったんですけど、出る時にまあ渋滞いましたけどね、あんまなかったですね。まあ今日はとりあえずね、前回と一緒で上信越からね、北関東道を通って上信越周りで帰っていきますよっていうことで、いやー背中がさっき痛いって言ったんですけど、背骨が痛いからね、ちょっとかばってたらか首も痛い、なんかこうでだるくなってきちゃうということでね、今日はまあそんな晴天ね帰らんと、明日も移動日で撮ってくれてるんで、今日はちょっとまあ帰れるとこまで早い目に切り上げて、明日もう一日使ってね、半日ぐらい使って帰っていきたいと思います。とりあえずまた柵からね、柵南で降りて、で前みたいに峠を越えていこうと思うんですけど、視聴者さんにね、途中に和田峠の手前ぐらい、入り口ぐらいに温泉がありますよと教えていただきましたんで、ちょっとおじさん温泉入って帰ろうかなと思っております。ちょっとこの背中と首の痛みがね、首が回らんのねこれ参ったわ。さあだいぶ日も傾いてまいりましたね。え、一面にこうなんかね、平原が広がってる。いや綺麗やね、向こうのね山の方が。高い建物がないとやっぱ綺麗ですね、一面にこうね広がってるっていうのは。わあ、いいタイミングで新幹線が来た。うわ、新幹線の下をぐるっと、グッドタイミングやったね今ね。これは北陸新幹線ですか、からのこう一望できる山々ね、最高じゃないですか。北陸新幹線いいとこ通りますね。え、どさんこラーメン食べに来たのに休みやっけマジか、あらどうしよう、困りましたな。というわけで前回とは違ってですね、峠の夜越えだいぶ薄暗くなってまいりました。夜の峠越えとなりましたね。こちら笠取峠ですね。こっちが結構ねきついんですよね、この笠取峠だから。というわけで、今日は実はどさんこラーメンにねあえて行こうとしとったんですけどね、残念ながら閉まっておりました。肉味噌ラーメンというね、肉味噌ラーメンっていうね非常に気になるメニューがありましてですね、それをいただこうかなと思ったんですが、また次の機会にしたいと思います。肉味噌ラーメンってね、こうちょっとね、ん？って思うでしょ。あの肉味噌あるじゃないですか、あれとはちょっと違うんですよ。は
激しいおます、激しいおます。まあこの道中に何もなかったらとりあえずさっきお風呂行きますかいつ食べ、いつ何食べても僕はいいんですよあ、ラーショ食っていこうかラーショあるやん、ラーショ、せやせや、ラーショでもちょっと軽く食べていきましょうね。峠のラーショじゃないですか。さらっと食ってお風呂入りに行きましょうかね。はい、というわけでね、どうせ軽くなかったですねというわけで初めてやってまいりましたね、ここのラーメンショップは。あ、今回はネギチャーシュー醤油味でいただきました。半ライスつけさせていただきましたよ。ニンニクも完備。こちらこのね、ちょっと辛い系の味噌系かな、コチュジャン系かなということで、そういうのもね、ふんだんに揃っておりますが、いやー、やっぱりラーショですね。結構ねあっさりめのーラーショのスープでしたね、ここはね。まあ、麺は細麺、しっかりね、まあ、スープが絡んできて美味しいラーメンとなっておりますね。やっぱねラーメンショップに来たらね、ネギをいただかんことには、そしてニンニクをいただかんことにはということでね、まあ、若干控えめなニンニクですが、やっぱりねこれ入れるとガツンと締まりますわ。やっぱりいや結構久しぶりのラーメンショップでございますが、今回ねこれ大盛りじゃなくて中盛りなんですよ。中盛りだけどね、器もでかいしね、結構麺もしっかり入ってる、これ中盛りかと思ってね、大盛りちゃうかと思ってね、なかなかチャーシューもね、美味でございましたよ。ここのラーメンショップわかめちゃんが入っておりますね。非常に美味しいでございます。お昼にね、まあ、ラーメン食べたんですけどね、まあこれ一応お昼は 0.5 と換算しましてね、これ 1.5 で1日2麺としております。で、オリジナルライスでございますね。オリジナルライス、まあ、今回ね、ニンニクを下に引いて、この味噌系のねなんかちょっと辛い系のやつを下に引いて、チャーシューのせて、ネギのせて、締めはペッパーということで、オリジナル丼完成いたしました。美味しそうでしょーということで、これがねうまいこれ最後にねチャーシューとこのね胡椒いったのが良かったね。これがいい感じに効いておりましたよ。辛い系のねお味噌なんですけど、結構ね癖のある感じなんですよね。うん、匂いとかがね、香りが癖があったんで、まあほんであと最後ねこれちょっとスープに溶かしていただいたんですけど、そうするとかなりスープの混ざって最高にうまかった、そういうもんやったですね。ご飯に直接かける感じじゃないですね。やっぱこれスープに溶かすと非常に美味しい辛味噌でございましたね。非常に美味しいラーメンショップ、久々美味しかったごちそうさんでございました。こんな薄暗いところにあるんですねここを左に曲がったところですか、国道142号沿いにちょっと左に曲がったところ、悠々パークとありますね。真っ暗けでちょっと不安ではございますが、あ、ちょっと明かりが見えます。ふれあいの湯およそ200メートル先、目的地付近です。その先およそ200メートルで右方向です。ここですな。よいしょ、大型駐車場ちょっと離れてますが、ここに停めることができます。でちょっとだけ上に登っていけば温泉が、なんか500円で入れるって書いてあるけど、ほんまかいなあ、ほんまや500円やって。すごい。あー気持ちよかったねいやほんとね最高ですよ。ほんま500円でねえ、ほんま最高のお風呂。
またね、周りも明る、明かりがないからね、上露天風呂か上見上げたらね、星がもう満点に見えるんですよ。いやー最高。そんなね、大きい感じでもないんですよね、うん、ちょっとこじんまりした感じで、うん、で、貴重品ロッカーがね、鍵付きロッカーとかがないんで、うん、鍵付きロッカーないんで、お金ね、だけ持って行った方がいいです。貴重品は置いて行った方がいいです。一応貴重品のロッカーは100円で利用可能なんですけど、うん、僕はちょっと利用したんですけどそれ戻ってこないやつなんで、一応ね、行くときはお金だけ握りしめていった方がいいかな。あ、もうすぐ和田トンネルですね。今右側が旧道ですね。旧道って呼ばれるところですよね。あ、なんか行くにも 3.6 メーターですね、高さ制限。でもなんか大型で行けるみたいなことを聞いたことがあるんですけど、 3.6 でもギリ入れたりするのかな。まあ行く気はさらさらないですが、いやー最高。あとはこの、峠を、和田峠を越えてね、中央道に乗って、でもうそこで休んじゃおうと思います。岡谷から乗るんかな、うん、しかしすごいなもうここは夜になったら動物出てきそうやもんね。ほんまに、ここは動物注意やね、ほんとね。いやほんとね、この中山道ですね、国道142号ですか、通って、まあ、大阪向けの時はちょうどいいんかもしれないですね、うん、時間的には21時まで500円で入ります。トラックのうんちゃんはぜひ、駐車場もね広いしね、うん、ぜひね、ここはもう間違いないね、間違いない。要視聴者さん教えていただきました、本当ありがとうございます。でもオルストラがね、中で使ってる人らがもうみんな顔見知りなんですよ。ほんま、なんやこの和気あいあいとした感じ、たまらんなと思いながら、俺完全青いやな。いやあんなにね、もうみんな、あーこんばんはーって、じゃあお先です、おやすみなさいとか言ってみんな帰ってくる、すごいなと思ってね。というわけでここから、あ、無料になりましたね、新和田トンネル。ね、良かったですね、これ。こんな早く召喚できたんですね。まあ、1000円はなかなかの金額でしたけどね。先人たちが1000円をいっぱい使っていただいて、私はたくさんね、無料で通ることができます。ありがとうございます。はい、オッツでございました。まあもうここでいいかな。駒ヶ岳、駒ヶ岳で終わっとこうと思います。あ、なんか工事してんのか。止めれんのか止めれんのか、おい。もう寝るからね、普通に枠に止めたいんですが、あの枠はいけんのかな。あ、まあいけるね、あ、いけるねさすがにいけるね、いけるね、いける口だね。その前もいけるね、いけるね、いける口だね。はい、というわけで、終了でございます。ここで寝て明日また出発します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナウ、おやすみ。我が輩はダハマの神様、ダグラビーダビー、使えるダビー、全国のデスク学生たち、チャンネル登録、グッドボタン押さないと、足焼きだビー。